皆さんこんにちは、インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日もですね、オムニチャンネルということについて、話をしたいと思うんですけど、オムニチャンネルあと1回ぐらいで終わりますので、とりあえずですね、終わりますので聞いていただきたいなと思うんですけど、オムニチャンネルっていうとですね、ちょっと難しいっていうか、まあ、大企業向けでしょっていうイメージがあるんですけど、まあ、そんなことはなくて、皆さんの身の回りでですね、できることっていうのがたくさんあるんですね。それを切り口を変えてみると見えてくると思いますので、今日は、こんなテーマにしてみました。今日は購買シーンに合わせたオムニチャンネル戦略っていうことでお話をいたします。今日はですね、スライド1枚しかないんですけど、めちゃくちゃ濃いですよ。この中に、大事なことがすごいいっぱい書いてますので、順に説明していきたいと思います。ご覧ください。はい、まずちょっと順番にお話をしますけど、これはオムニチャネルっていう考え方と、まあ、O2O っていう考え方の2つが、まあ、ミックスしたような形になってるんですけど、まずここでお話ししたいことは、ここ横軸ですね。リアルネット、ネットリアルって書いてあります。これどういうことかっていうと、いわゆるオンライントゥオフラインと呼ばれるこちらですね。オンライントゥオフライン。これを O2O っていうふうに言うんですね。ネットのお客さん、ネットを見てる人を、リアルに連れてこようっていうのが O2O って言われてるんですが、左側の方はこれ逆 O2O なんですね。オフラインの人をオンラインに連れて行こうっていう、逆 O2O。まあ、これ逆 O2O っていうのは、いわゆる、ショールーミングみたいな形で、ネットに連れて行くことは、不利だよみたいなことがあるんですが、まあ、実はそうではないよっていうことが、まあ、この左側になります。で、これが横軸で、縦軸は、じゃあどこのシーンで、購買シーンにおいてそれが必要かということで、2、4、6個考えています。まずは検索っていう切り口。そして、送客ですね、誘導していくっていう視点。そして、接客っていう視点。物流っていう視点。決済。そして、追客。まあ、いわゆるリピートですね。この6つの視点と、横軸とでマトリックスにしてみましたので、ご覧いただきたいと思うんですけど。まず、こっちから行きましょうかね。リアルネットの方行きたいと思いますけど、ここ。いわゆるですね、検索エンジン、とか、まあ、Siri とか Pepper 等の人工知能みたいなものを通して、いわゆるリアルにいる人が、検索、どうやったら検索してくれるか、どうやったら Siri とか Pepper とかの人工知能を使ってネットに誘導する流れを作るかっていうことを考えなきゃいけないわけです。例えばそのチラシだったり、テレビのコマーシャルだったり、紙媒体だったりってとこに、どうやって検索誘導とか、つけるかっていうこと。当然、お店にペッパーを置くっていうことも、これは、逆 O2O としても、結構重要だと思いますけど、まあ、こういったものが一つ目ですね。そして二つ目が、紙媒体にある、まあ、QR コードとか、AR ですね、拡張現実ですね、こういう機能であるとか、あとはバーコードピッて読み取るとか、こういったものをつけることによって、リアルからネットへ誘導するというものがここに当たりますね。そして、スマホアプリです。例えば、Amazon が出しているような、カメラで、画像を読み取るだけでもうスキャンしてですね、検索してインターネットに、見に行くみたいなものもありますし、Stack っていうアプリがありまして、これは音声をスマートフォンにかざす。スマートフォンで音声を聞くだけで、検索、それで、ウェブサイトに誘導するみたいなものとか、ポイントが貯まるみたいなものとかありますけど、こういったような、検索っていうものを、ね、まあ、検索は、まあ、もともとはですね、リアルからネットですけど、こういうものがありますと。二つ目、送客っていう視点で見ていきますと、例えば、テレビを折り込みチラシなど、盆通刺激へということで、まあ、結局、その、テレビとか折り込みチラシっていうのは、例えばテレビだったら一瞬で過ぎてしまうし、折り込みチラシだと、やっぱりね、限界がある。これらのものを、この3番目に書きましたけど、より刺激すると、やっぱりですね、もっと見たいと思うと、やっぱりウェブの方に行こう。ウェブでもっと詳しく見たいっていうふうに思うんですね。だからそういうような、ネットに誘導するっていう視点ではなくて、もっと詳しく、もっと、欲求を高めるために、音痴を刺激されるような、チラシを作るにはどうしたらいいかっていうことを考えるということですね。
で、有限なリアル媒体から無限のネット媒体へということで、まあそうですね、境がないですから、どうしてもですね、リアル媒体っていうのは有限なんですね。場所とかスペースに限界がある。なので、ネットにどうやって誘導するかということを考えましょうっていうのが二つですね。そして、接客。ここはね、まあ、また、細かく話していきますけど、店員の説明を、ネットのタブレットで見せることによって保管したりとか、あとは、今までは、そのね、リアルって夜は閉まってるわけですよね。だから夜間は、ネットで対応するとか、会員登録みたいなものもネットでしてよって言ってたんだけど、結局それだとみんなね、やってくれない人がいるから、そのリアルの方で代行業してあげるとか、店内の案内、どこにどの商品があるかっていうことを、まあネットを介して教えてあげるとか、在庫確認をリアルにいる人に、調べれる仕組みを作るとか、リアルにいる人になかったら取り寄せできる仕組みを作ってあげるとか、リアルにある説明が足りなかったらネットで見たら説明を書いてにするとか、カロリーとか産地表示、あとは商品にチェックインするっていう機能なんかあったり、あと口コミはネットで見てよみたいなものとかもありますね。このような接客っていう面でもいろいろありますと。さらに物流。結局ここも結構大事ですけど、まあラッピングとかギフトとか個別配送とかこういうね、ものに関しては、ネットの方で詳しく説明してますから、時間が空いた時にゆっくり見てくださいと。お店に来ている忙しいですよねと。次の店とかね、予定がありますよねっていうことで、こういったことやったり、データ入稿はネットで受け付けるみたいなのも当然ありますよね。あと、重いものの代行ですね。もう一回ネットで登録しちゃうと、送り先が入るので、二回目から楽ですよと。だから、発送代行したい場合はネットから頼んでね、みたいなこともできるし、購入金額によっては送料無料にしてあげるから、ネットで注文したらっていうのがあります。で、なんでこんなネット誘導させるかっていうと、結局ですね、個人情報が登録されることによって、後から、マーケティングができるんですよね。リアルのお客さんって、その個人情報を取りにくいじゃないですか。住所書いてください、名前教えてくださいってなかなか言いにくいので、まあネット誘導することによって、まあいわゆるオムニチャンネルですね。ネットとリアルと組み合わせて、マーケティングが取れるということです。はい、決算についても同様です。スマホ決済にすることによって、ミックスさせたり、ポスレジを導入したり、あと楽天スーパーセール。楽天スーパーセールちょっとまたね、後日話しますが、面白いですね。あと、ポイント獲得とか割引とかチェックインクーポンみたいなものですね。こういったものをやりたければネットに来てくださいとかですね。あと、面白いなと思ったのは、店頭にあるのに、店頭でレジを置かないで、ネット端末によって無人支払いすると。まあ、結局そうすることによって人件費が浮くし、個人情報の把握ができるということですね。あと、セルフレジなんかもそうです。まあ、追客はね、ここに書いてる通りですね。後から追うために、ネットに誘導してからやった方が確かに楽ですよね。っていうものが右側ですね。はい、今度、左側ですね。右側の方行きたいと思いますけど、まあ、ネットを見てる人にリアルに誘導するって時に、どんなものをじゃあネットで見て、リアルに実際に動くかっていうふうに考えていくと、例えば営業時間、定休日とか、駐車場あるのないのとか、どうやって行くのとか、近くの駅が何なのとかっていうことを、やっぱ調べるわけですよ。で、調べて実際にお店に行くわけですよ。だからこういう情報をインターネットに押しとかなきゃいけないよってですね。あと、在庫があるのとか、この人今日出勤してるのとか、イベントとかセールス情報って何が今やってるのとかですね。赤ちゃん対応ですね。子供さんが行っても大丈夫なのとかですね。カップルに個室対応とかあるのとかですね。貸し切りできるのとか。こういったことを調べて、良ければ、リアルの方に行くというものですね。こういうものを検索してるっていうことですね。はい。続きまして、送客の方に行きますが、シミュレーション、インターネット上から何かね、シミュレーションができるとか、アンケートが取れるとか、電子チラシ。あとですね、店員によるコーディネート写真とか、説明の動画、もしくは診断系とかですね、ショールーム予約とかですね、基礎体温計測とか1ゲームとかいろんなことが書いてますけど、まあ結局ですね、そのネットでできる便利なことっていうものがいっぱいあるわけですね。このようなアンケート取ったり、シミュレーションしたりとか、写真動画で見せたりとか。ただそれはネットで完結するためにやってるんではなくて、そうすることによってリアルの方に来てもらうための仕組みですよね。なんかを作りましょうっていうことです。
で、接客のところを書きましたが、例えば iB コン、最近では LINE ヒアなんかも使った、近くに来たらプッシュ配信するみたいなことも今後面白いと思いますし、あとはテレビ電話で生プレゼン、実際に、もしくはチャットで相談、最近ではインターネットで相談っていうのもありますが、インターネットで生中継で、プレゼンするみたいなのもありますけど、こういったものも面白いし、あとは、ビッグデータと顧客情報によるパーソナライズって書きましたが、いわゆる今まではビッグデータと言ってたんだけど、結局リアルとウェブっていうものを組み合わせていくことによって、どんどんですね、それが、高まっていくわけですね。そうすると、カスタマイズした情報ができるようになるということです。そして物流は結構、オムニチャンネルでも大きい要素ではないでしょうかね。取り置きして、店頭に来てもらうとかですね。で、それを店頭なのか、コンビニなのか、駅なのか、楽天ボックスなのかみたいなのが最近多いですね。そして注文して、取り置きして、来店して、試着して、実物確認して、しかも返品可能みたいなものとかも、オムニチャンネルではすごく多いですね。そして、生協とかもそうですけど、契約して、その後定期宅配、もしくは夜間宅配する、スピード宅配するみたいな、まあ、宅配っていう切り口で、今まで宅配業者に任せたんだけど、それを自分ちですることによって、お客さんの満足度を上げていくっていうことなんかも、あると思います。そして、最後の部分に書きましたが、すいません、ね、なんか O2O の方が早かったですね。ネット通販客へ、リアル店舗へ誘導の、これが結構有効なんですが、結局ネットユーザーに対して、ネットで買ってくださいねって言ってても、結局ですね、触ってみなきゃわからないとか、見てみなきゃわからないって言って、買ってもらえなかったお客さんに、メルマガで、実店舗に来てください。実店舗に来たらこんないいことがありますよって誘導することによって、やっぱり見てしまうと、わかりやすいので、やっぱりね、買ってもらえる率も高くなるし、例えばついで買いしてもらったりとか、もしくは、お客さんと、店員さんとかが仲良くなって、ソーシャルでつながるみたいなこともあったりするので、まあ、とにかく会う機会を作るというもので、こういったものも効果的だというふうに言われています。あとは、ニュースレターですね。今まではメルマガを出してたんだけど、そうですね、ニュースレターという、いわゆるアナログ媒体にすることによって、リアルの方につなげていくという方法もあるし、あとはまあサンプルの同梱とかですね、あとはカタログ通販とかっていうものも結構効果的です。私も経験あるんですけど、今までパソコンでホームページを見たりとかメルマガとかで物を買ってた人が、ある日突然どこかで通販で物を買った時にカタログが入ってきて、カタログを見ていいなと思って、またネットに行って買ったりすることっていうのはやっぱあるんですよね。で、やっぱ紙媒体は結構大事だなっていうふうに思っています。そして最後ですけど、例えばオフ会とか、イベントとかを企画して、これはネットの方で企画をして、ネットで企画したものに対して、実際のイベントをリアルで開催する。ネットのお客さんをリアルに誘導するみたいなのかも結構有効なんじゃないかなっていう気がします。はい、すいません。右側の方ちょっと早口で喋ってしまいましたが、こんな感じですね。O2O って切り口で考えてみましょうってです。まあ、O2O に関してまた別の時に話をしているので、まとめただけですから、今回左側の方を中心にお話をしたんですけど、必ずしもそのネットに誘導するから悪いっていうことではないと。前にもお話をしましたが、ネットは、便利なようだけど、ネットが不利なことっていっぱいあるんだよと。だから、オンラインのメリット、オフラインのメリットっていうことをお話しした回もあるので、またよかったらその回も見ていただければと思うんですけど、だから、この二つを組み合わせる。二つの弱みを、強みの方で補う。強みは強みで伸ばす。ということが、まあ、オムニチャンネルと呼ばれているものです。だから、いわゆるセブンイレブンさん、セブンアイホールディングさんがやってるようなオムニチャンネルっていうのは結構、大げさで、お金もかかることなんですけど、そういうことを、まあ、中小零細企業がやっていくっていう話ではなくて、皆さんの、お客さんの対応っていうのを見ていったときに、いろんな購買シーンにおいて、この二つを組み合わせた方が、よりお客さんの満足度が上がることをしようっていうのが、オムニチャンネルですからね。ぜひ皆さんも考えてみてください。ではもっとね、具体的に、業界ごとでどんなことができるのっていうことについては、また別の回でお話したいと思います。インスパネクターでした。ありがとうございました。